対面の家に敵がいます。ここにいます敵が。でここに敵がいるときにまず悪い霊からしますね。こんな感じで結構体が出ちゃってるんですよね。レッドロットの真ん中の点がここの窓の縁と結構距離が出てるときは体が結構出てるんで、で次がいい霊です。次は敵が家屋で僕が木の裏に隠れている時による戦闘について解説します。まずアサルトライフルのコンペンセーターっていうのをつけて撃ちますね。まあ、さっき説明したあのリーンなんですけど、まあ、それも踏まえて説明していきますね。この結構体で出てると思うんですよこれね。敵が結構こんな感じで真ん中の点とこの木の端っこが結構近い方がギリギリになるんで、こんなこんぐらいかな。ちょっとあんま近すぎたら木に弾がそれちゃうんで、このぐらいでコンペンセーターよりフラッシュハイダーの方がバレにくいんですよね。まあ体出してたらバレるんですけど、これ結構こうやってリーンして左足まで出てたらバレやすいんですけど、敵からバレてない時にフラッシュハイダー使って撃ったら結構どこから撃ってるか分かんないと思うんですよね。敵があそこにいますね。でチャイブズがキーがあるんですけど、この木を使って右リーンと左リーン使って交互に打つ打ち方を説明していきます。普通の人やったらね結構一歩打つと思うんですよね。それをまあ3発から5発6発とかその辺で打ちやめて次右左に変えてみたいな打ち方をしたら、敵からしたらすごく当てづらい打ち方があるんですよ。こんな感じで、まあ、ずっと右で3発、4発ぐらい。次はドール向かいの屋上にいる敵に対して自分が屋根上とか岩とかの稜線とかにいる時に打つ時だけ体を出す打ち方っていうか、相手から頭1個分かつ短い時間でダウンさせる方法を紹介していきますね。でまず、まあ、しゃがんだ状態でもいいんですけど、まあ、しゃがんで右リーンすることによって頭の位置が下がって、こっちはね敵が見えるんですけど相手からしたら見えないですよね今。で打つ時にその右リーンを解除して立って打つみたいな感じなんですけど、それを早くやることによってこんな感じで打つ時だけ立って、で打ちやめる時はすぐしゃがんで右リーンするみたいな。で、まあ、打つ時にまあ一発でダウンさせれなくても、ここからここまで屋根続いてるんで、まあ、稜線とかもそうです。同じとこから打つんじゃなくて打って引いてちょっと左にずれて打つ。なぜかというとそこにエイムが置かれていたら当てられるんで、最初に体出してやりきる必要はないと思います。でこれはちょっと応用編なんですけど、この屋根上から顔出す時に普通に立って打つのもいいんですけど、右左にリーンすることによって敵からしたらこの屋根上からね頭1個しか出てないのに、右左に頭動いた状態で撃たれるから、むっちゃ敵からしたら当てづらいっていう状況を作ることができるんですよね。敵がドール向かいのここにいますね。ここの敵がこの自分の建物に寄ってくるときに10発20発倒そうとする人がほとんどだと思うんですけど、まあ、それを知ってしまったら3秒4秒みたいな感じで長い時間頭を出して打って、強い人やったら打ち返されてダウンしちゃうっていうことが多いと思うんですよね。でそれを改善するために、3発から5発ぐらいかな、大体ぐらい打って下がって打って下がって下がってみたいな打ち方が効果的ですね。まあ、後で敵の視点も載せるんでよかったら参考にしてみてください。来たら10発20発撃って倒そうとする人がほとんどだと思うんですけど、下がって撃って下がって撃って下がってみたいな撃ち方が効果的ですね。あ、ガチャガチャ、めっちゃ乗ってる、めっちゃ乗ってる、降りてる、めっちゃ乗ってる。水口さんのとこ寄る。はい、やばい。それやばいよ。
持ってこいます。え、あいつ硬っ。やめてもらう。 OK、 あと3。あ、来てる。ナイス、ナイス。